どうも、洗浄の光です。今回はね、ちょっとね、外で、購入紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、ハードオフで買いました。今回はね、種類を3つ買ってます。こちらですね、1個目。はい、これと、これと、これですね。風がやばいな。風の音うるさいかも。ということで、この3つ紹介していきます。はい、この3つなんですけど、全部ハードオフで買ったっていうよりも、ハードオフかな、ハードオフの併設されてるホビーオフかもしれない。なんかそこね、結構ぐちゃぐちゃってなってるから貼りづらいんだけど、そのレジ前、レジ横に置いてあったんですけど、このね、コップ類が、箱入りのコップ類が、なんか一番一番くじの、なんか景品系のコップが全部いっぱいあって、箱に、箱っていうかなんか棚に。それが、どれでも3個で100円って書いてあったんですよ、この。例えばこれだったらさ、ほら500円で書いてあるんじゃん。500円にバツがしてあって、これが3個で100円みたいな、これは100円って書いてあって、でこれがバツになってて、これもね、はい、これでこれをちょっと今回見ていこうかな。あ、テープが入った、見れるわ。これはちなみにね、進撃の巨人の一番くじのやつですね。はい、グラス。進撃の巨人は3つあったんですけど、1個はちょっとグロテスクなやつなんで、食事中にグロテスクなのって嫌じゃないですかね。やりました。一応これ今回ね、洗ってから使うんで、箱はこれですね。はい、これ、まあ、いいね、ミカサね。あっち、テーブルがあっち。はい、こんな感じですね。最近あんま読んでねえな。はい、これと、ちょっと待って、これ溶けないかな。絶対溶けてね、大丈夫これ。三脚の足が溶けそう。はい、次これですね。はい、熱暴走とかしてないかな。これもね、これはね、また別の一番くじか、これ。これ、レウィ。これなんかおまけかな？オリジナルコップ。はい。なんかおまけでしょうね。はい。一応プラスチックですね。一応プラスチックなんで割れなくていいです。はい。はい。リアは入っちゃいますね。オッケー。あ、何種類かあるんだ。これ、イゴキャッチャーの景品かな？さあ、そんなね、進撃のくじは最近あんまハマってないんで、いいとして。はい、次がね、ラストなんですけど。これですね、マグカップ。日曜劇場モンスターって、これね、まあ、日曜劇場だからドラマなんですけど、連ドラね。香取慎吾とヤマピーのドラマのやつです。あのドラマ見てたんだけど、このマグカップが登場したかどうかは覚えてないんですよね。はい、でもこれちょっと可愛いんでね。のマグカップ買いました。風の音うるさくない？大丈夫？編集でなんとかしよう。あ、いいね。これね。結構厳重に、あ、かわいいっす。これただ使いづらいかも。これはかわいいな。モンスターって入ってますね。 TBS、 あ、素敵素敵。はい、いいでしょ。まあね、こういうね、はい、まあ、入った。ハードオフとか、まあこれは早くホビーオフなんだけど、ホビーオフ、ハードオフ行ったついでとかにおもちゃとか興味あっても、ホビーオフとか行ってみるとなかなか面白いのがあったりしますよ。あの、ね、ハードオフとかオフハウスとかそういう系列のが食器類は全部箱入りじゃないと買い取らないんですよ、お店が。なぜかというと新品って証明するために、だから箱入りしか買い取らないんで、 ああいう系列は全部、あの、食器類は必ず新品なんで安心して大丈夫です。洗って売ったりとかしてないんで、うん、あと箱から出て売ってるやつも元は箱入りで売られてて、買い取って、それを店頭に出すときに場所を取るから、箱から出すやつと出さないやつで分けるんですよ。なんでこの辺は全部新品なんですよ、全部ハードオフ系はね。だから、あの、食器はね、だからみんな安心して大丈夫です。あとタオルとかも全部新品なんだけどね。はい、なんで今回はね、こちらをね、3個で100円ということで買いました。この進撃の巨人の一番くじとかね、結構ね高いからね、定価で買うと。コップね、ちょうどね、気に入ってるコップが2個ぐらいで割れたんですよ。ちょうどなんか古くなってて、だからいいかな。このマグカップがいまいち使い道がないっていうのと、思ったより小さかったっていうのと、これがプラスチックこれ嘘だろ、絶対手元500円で店内出してないよ、これ。これ多分ユーキャッチャーの景品だと思うんだよね。これが一番くじ、この中では一番いいな。うん、疲れた。ということで、以上、1000円でした。めっちゃ熱いです。チャンネル登録よろしく。にゃ、今度はやる予定の企画のガチャ電車で GO の指令募集してますので、概要欄から動画に飛んでみてください。お願いします。